高橋です。本日の食材はこちら、幻のエビということですね。じゃん、ゾウリエビとセミエビですね。別チャンネルで途中まで料理したんですけど、締めてから約18時間経ってる状態です。なのでこれをちょっと炒め物とかやったりね、ちょっと茹でたりして、いろんな食材でいろんな料理やっていきましょう。それではこちらをさばいていく。改めまして、本日の食材はこちら、セミエビってことでね、ゾウリエビとセミエビ、こんな感じでなってますね。ほい、肝、塩茹でなんてやっていこうかなと思います。お刺身はね、ずいぶん堪能したんで、塩茹で思ったんですけど、一匹こちらね、はい、一匹もう一回刺身作って、締めてから18時間経ったら味がまた変わってきてるんでね、生きたて、生きてる状態ですぐ食べるのと、締めてから死んでから18時間経ったらまたここね味変わってるんで、じゃあ今ちょっと刺身ちょっと作っていこう。意外に簡単なんでね、みんな食わず嫌いなんで意外にすごい簡単です。まずこうあったら、まず頭分離させましょうか。ここね、もうハサミでできちゃう、ここねハサミでね、料理できちゃうんですよ、包丁なくても。ここね、膜がありますんで、ここの膜を軽く切ってあげる。こんなもんで、気をつけてね、硬いな。でもほら、美味しそうな刺身で、こうあったらこれなんだけど、これね、ハサミでこの角、こうやって、意外に簡単でしょ、超不器用な俺でもできるんでね。しかも料理人と言いつつほぼただの素人で、料理なんかまともにやったことなくても、ここ切るだけだから、こうやって、ほら、これまあエビ系って伊勢エビ、ゾウリエビ、大体こういうやり方で取れるから、でここはこうやってペラって、ほら、こうやって取ってあげるだけ。ちょっとこの辺もったいないけど、後でしゃぶってくれる。で、ここスプーン、うちもないんですよ。スプーンがないんで、もう手でいきます。スプーンでこうやってね、もう手でもいけちゃうレベル。ちょっとここをこういう感じで。ほら、ここの尻尾つけたらね、エビ天丼とかも作れちゃうよ。はい。はい、取れました。見えますか、皆さん。ブリブリ。ほら、こうなってます。うえ、すごいね、これ。うえ。こうありました。あとは、超高級品なんで、ちょっとちっちゃくね、お刺身、これはお作り。うわー、これめちゃめちゃうまいからね、ゾリー、ういこれ伊勢エビより高級品です。ましたらこちらのこれゾーリエビを置きまして、盛り付け、少し折り目をつけまして、このように盛り付けていくと。人さんだとこういう盛り付けになっちゃうんですけど、プロ、職人になってきますと、このさっきのね、器、ここに一回さばいたのをもう一回戻していく。このように詰め上げていく。素材の味をそのまま、どうぞ。ということで、完成！しましたら、ここは高橋流お刺身を上から直接練り込ませまして、ちょこ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 と、お刺身醤油ちょっと切れなくなった。箸の方から 4K 映像でこちらを撮りまして、いただきます。うん、うわー、うめー。締めて18時間経って、ちょうどね、脂身が増して、もう何本ご飯がないな。でもあー、ご飯やったら美味しいな。今チンしてますので、プロが使う白だしを少しのせまして、しましたら炊きたてのじゃん、美味しいご飯、もう熱々を、ここを蓋を開けまして、この刺身と醤油のだしの効いたトロトロをほっとのせまして、いただきます。うん、これはうまい。うん、
だしが効いてますから、ご飯と一緒に添えましていただきます。これで足りないということは、じゃん、シーチキンのやつって、シーチキンを蓋を開けまして、山盛りにスッと乗せまして、せーの、完成。それではここのシーチキンとご飯をこのように絡めましていただきます。うめえ。これ塩ゆで作っていきますよ。塩ゆで、ほらほらほら、を入れてフライパンラーメンの要領で火をつけていきましょう。それで、なんでね、大体 2% か 3% 博多の塩、 3% ちょっと塩ゆでなんでね、 2% なんで、まあこんなもんでしょ。終わったら、これこれすごいでしょ。これゾウリエビ新鮮ですよ。ほら、ね、味噌があって、これね、この中入れていきます。ほいと、1個丸ごとゾウリエビ、そしてこれ、これね、卵もち、ほい、そして超貴重なセミエビ、すごいでしょこれ。こんな感じです。中新鮮ですよ。これプリプリ、刺身でもいける状態です。贅沢にも入れてきます。グツ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 、ちょっと沸騰してから何分かやりますよ。すごいですね、こんな感じですよ。ちょっとグツグツ煮立ってくると、こうやってアクが出てくるんですね。アクも取っていきましょう。スプーンがないと思って探し回ったら転がっていました。スプーン、プラスチックスプーン、これで取っていきましょう。ちょっと調理器具揃えないからな、全くないからな、調理器具。プロとか言ってんで嘘だからな、だな、嘘というかね、プロ風だよね、ていうか料理人のモノマネだよね、これ。真面目に動画見てくださった方ね、本当にご迷惑おかけしております。料理人のモノマネをするっていうチャンネルですからね。はい、グツグツくるなぁ、アクが、アク取り切らんぞ、これ。このスプーンでお玉がいるな、これめちゃめちゃアクが出る。どうしたどうした、配管が溢れそうだな、これ。溢れる溢れるたまには料理も楽しいっすよね、たまには。はい、後片付けがめんどくさいっていうそのイメージをなくしてもらえれば楽しいもんですよ、芸術品作ってると思えば。当社はですね、毎月赤字で経営しております。赤字チャンネルでやらさせてもらってます。儲かんないな、 YouTube もなかなか、なかなかいいことは続かないって言ってな。おお、でも美味しそうだ。もうそろそろいいかな。まだ上の方はダメだ、均一に火を通したい。ちょっとフライパンしかないんで、鍋ないんでね、うちぶっ壊れちゃって。鍋あったんだけど、こういうボヒーで折れちゃって、鍋買ってこないからな。うお、なんだこりゃ、見て、ヤフーニュースレベル、これやばいでしょ。これ何これ、宇宙人じゃねえかこいつ。なんだこいつ、表したな、こんなとこに隠れとったな、これ宇宙人、これ。おいおいおい、お前はこんなとこに宇宙人だろ、お前目が二つあって、おい、こんなとこに、これ宇宙人が潜んどるぞ、これ日本に。どうしようもない、これマジ宇宙人っぽいな、これな。なんだこれ、この生き物は。なんだこれ、マジで寄生虫か、これ。これヤフーニュースレベルじゃねえか、これ。何これ、取り返っちゃってるのか。これは珍しい生き物だな。何やろこれ。15分ぐらい煮詰めましたので、こんなもんでいいでしょうと。ちょっと熱いので気をつけてね。いや、熱いぞ。盛り付けが大事だから、料理人は。熱々熱々熱々、ホク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 、熱々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 、これすげえ。それでは改めまして、完成。
クホクの熱々が出来上がりましたので、ちょっとここの中をしゃぶってみましょうか。うわやばい、いただきます。うわ甘みが増した。うん、このセミエビは刺身で食った時そんなに味がしない感じなんですよ。茹でたらあんだけ塩入れたのにめちゃくちゃ甘い、砂糖並み甘っ。ホクホクよ、みこれ、ほら、いただきます。うわ甘い。これ今すぐ食べずにラップして明日食べてもまたさらに濃縮でアミノ酸でうまくなるかもな。ホクホク。それでは今度のこちらゾウリエビくん、なんと卵餅、ここいただきます。卵をいただきます。うまい、うめえだよね、これ本当に美味しいわ。食べるとこ量結構多いんだけど、これ普通のカニより、ほらホクホクよ。うん、うまい、桜の味がする。うわたまらんな、これ。うん、味噌、お味噌いただきます。ほらめちゃくちゃうまい。それではゆっくり食べていくよ。でもいいよこれ。うわ、うん、甘いな。なんだこれ、甘みの王様だな。はい、ここからちょっとね真面目なプロの話になるんですけど、これね、業者さんがこうやってこれで送ってくれるんですよ。これね、めちゃめちゃいい匂い。うん、桜チップみたいな匂いするんだけど、正直これの匂いがエビに移っちゃってて、ちょっと微妙にこれの味がしちゃうんだよね。だからそういう意味では俺これじゃない方がいい気がするかな。どうだろうか。はい、それでは今日のお飲み物はこちら、じゃん、銀色のやつ。今日ね、本当に視聴者さんからいろんなコメントいただいて、うん、頑張れ、高橋さん頑張れ、つってね、料理がうまいから、いつも参考にさせてもらってますとか、そういうね、主婦の方々とから、まあ、中学生から、小学生から、おじさんから、もう日本中の方々からね、いろんな応援メッセージいただいて、本当に、ありがたいなと、本当、動画制作に身が入るなっていう思いがあります。なので、また今後もね、こういう魚介類系料理人としてのプライドをかけてね、またやっていこうかなと思います。それではまた。